まもなく当機は羽田空港に着陸いたします。シートベルトをお締めください。お客様、まもなく着陸いたしますので、パソコン類のご使用はお控え願えますか。上がりません。手動に切り替えてみろ。ダメです、全く動きません。ということだ、このままでは着陸できんぞ。機長、管制塔から状況を報告しろと言ってきていますが。わかった、こっちに回せ。エンジンが燃えている。皆さん落ち着いてください。大丈夫です、席にお座りください。一体どう大丈夫なんだよ。ですから今は、プレジデント様、僕からの気持ちです。お受け取りください。お気に召さなかったと見える。この程度のマグネタイトではさすがは美と性愛を司る者、プレジデント王政、僕としたことが迂闊でした。目覚めよ我が化身、この地を守護せし者、小次郎。また同じ夢、何なんだあれは。一体三四郎、朝っぱらから熱心だな。あ、兄ちゃん、おはよう。その辺にしとかないと学校に遅れるぞ。はいはい。さて、飯。行ってきます。よー、パトラ、帰ったら散歩に連れてってやるからな。それまでいい子でいろよ。よ、小次郎。なんだ、陽介か。何読んでんだよ、朝っぱらから。なんだ、またこんなもの読んでるのかよ。お前も好きだな、本当に。相馬くん、おはよう。や、おはよう、咲。相馬くん、今日なんか予定入ってる？いや、特にないけど。何？あ、そうだ、先週の飛行機事故で桑原の両親が亡くなっただろう。ああ、今日遺体が戻ってくるらしいんだ。それで今夜お通夜なんだって。
そうなのか、知らなかった。でね、陽介と話したんだけど、今日学校が終わったら手伝いに行こうと思うの。そうか、なら僕も行くよ。報道部の連中にはみんな声をかけておくから、放課後部室に集合、いいか。あ、さっき聞いた？え、何？今日うちのクラスに転校生が来るのよ。それがさ、超美形なの。私いきなりファンになっちゃった。でさ、さきには陽介がいるから関係ないと思うけど、私たち協定を結ぶことにしたの。協定？そう、彼に対しては抜け駆けしないこと、みんな正々堂々と彼女の座をかけて戦おうって。そう、そう、そういうこと。くー、なーに勝手なこと言ってやがんだよ、あの女どもは。 おい、みんな席につけ。さあ入りなさい。はい、静かに。今日からこのクラスに仲間が2人増えることになった。この小林くんと、もう一人は初日から遅刻らしい。とりあえず小林くんだ、自己紹介して。はい、小林明人です。趣味はパソコン通信、あとオカルト関係の本を読むことです。僕には大きな夢があります。きっとみんなには理解できないだろうけどね。ま、どうぞよろしく。さてと、おお、それじゃあ窓際の一番後ろが空いてるから、あそこに座りなさい。はい。小林、お久しぶり。素敵だ。何やってやがるんだよあいつ。行こうか。なんか面白そうな人たちが揃っちゃった。なんというマグネタイト、そしてあの美しさ、とんだ広いものだ。ねえ小林くん。え、何？もう私たちの話聞いてないことない？そんなことないよ。嘘、さっきからずっとさきの方ばっかり見てる。さきはやんのじゃ。うるさい、黙れ醜い女ども。僕の前から、僕の前から消えてなくなる。あの小林ってのは何者だ？僕の小学時代のクラスメートだよ。昔はよくみんなにいじめられてた。なんかずいぶんイメージ変わってたけどな。わかるぜ、俺もあいつは気に入らねえ。いきなり先に目つけるなんざ振ってやろだ。んだよ、笑い事じゃねえぞ。いや、お前っていいやつだと思ってさ。なんだそりゃ。相馬小次郎。え、いや、京子ちゃん、これあげる。あげるって？怖い人たちがいっぱい来ちゃったから、お守り。なんだそりゃ。ダメ、陽介にあげない。はいはい、これはまた失礼いたしました。小次郎のために作ったの、アセイミーナイフ。1年かけて月の力を仕込んだものよ。そんな大切なものは受け取れないよ。小次郎に使ってほしいの。私はまた作ればいいから。いいじゃねえか、もらってやりゃ。しかし、これから小次郎にはきっとこれが必要になるわ。だからあげるの。バイバイ。あ、バイバイ。あの子1年生だよな。ああ、なんか変わった子だな。ということで、初日から遅刻してきた草加さんだ。自己紹介してくれるかな。あ、はい、初日から遅刻してきた草加まりかです、よろしく。八神。はい。お前の隣空いてるな。はい。じゃあ、あそこに座って。はい。あ、草加です、よろしく。マリカって呼んで。あ、八神です、八神咲、よろしく。
なんかわからないことがあったら何でも相談してね。ええ、ありがとう。ターゲットの狙いはこの子なわけか。相馬くん、久しぶりの再会なのに釣れないな。それとも僕のことなんか忘れちゃったのかな。そんなことないよ。ただ今日は一日中女子に囲まれてたみたいだから声をかけるチャンスがなくてね。そうかごめん、僕てっきり無視されたのかと思ってた。そんなわけないだろ。そうだね、君がそんなことするわけないよね。よかった。じゃあ改めてこれからよろしく。あ、こちらこそ。でもよかった。僕君に嫌われたらどうしようってずっと不安だったんだ。小学生の頃みんなにいじめられていた僕を君だけはいじめなかった。ううん、それだけじゃない、いろんなことを教えてくれて、僕が泣いてるとよく慰めてくれたよね。そうだったかな。相馬くん、おい、ありがとう。嬉しかったんだ、僕ずっと君のことを思ってた。ちょっと待てよ。え、気持ちは嬉しいけど、こういうのはちょっと。ごめん、変な気を使わしちゃったみたいだね。そうだ、そんなことよりこれから僕に付き合ってくれない？君に見せたいものがあるんだ。え、これから？うん。いや、今日は無理だな。どうして？報道部の仲間の家でご両親のお通夜があるんだ。これから手伝いに行かなきゃ。そんなこと、君一人くらい行かなくたってなんとかなるだろう。いや、それはそうだけど。だったらお願い、一緒に来て。君に教わったことの成果を見せてあげられると思うんだ。僕が教えた成果？うん、悪魔たちを召喚させるんだ。小次郎、何やってんだこんなところで。ああ、陽介。なんだ、小林くんと昔話か。積もる話はまた明日にしなよ。ああ悪いが小次郎は借りてくぜ。すまんな。さ、行こうぜ。ごめん、さっきの話はまた明日聞くよ。みんな待ってんだぜ、小次郎。あ、分かってる。じゃあ。何話してたんだよ、あんなのと。そんな言い方するなよ。三浦陽介。僕に関わったのが君たちの不幸だったね。その快楽の中で悪魔たちの糧となるがいい。いつまで寝ているつもりだ。起きろコボルト。どうだい、新しい体は。では行け。行って矢神咲をここへ連れてこい。そしてついでに三浦陽介を殺してくるのだ。分かったら行け。ガギソンか。僕のやり方に口出しは無用だ。そうはいかん。貴様が仲間に引き入れようとしている相馬小次郎、
奴の後ろには何がいるのか分かっているのか。知っているさ。関東を守護する破壊の魔人、関東管領平将門。それが分かっていてなぜ危険を冒す。貴様の思惑が外れ、我らの存在を知られた後に奴が敵に回れば取り返しのつかんことになるぞ。僕はそんなヘマはしない。そんなことよりガギソン、悪魔召喚プログラムはできたのですか。それこそ心配無用。人間どもの張り巡らせた通信ネットを使い、我が腹からをこのように召喚させる必殺のプログラム。間もなくこの世界は我らの支配下に下る。楽しみなことだ。プレジデントもさぞ成果を期待されていることでしょう。せいぜい頑張るんですね。猿が図に乗りおって。いでよケルベロス、我が元に姿を現し相馬小次郎を殺せ。それじゃあな、俺たちはここで。ああ、気をつけて帰れよ。じゃあ俺たちも引き上げるか。ああ、そうだな。桑原君、辛そうだったね。人はなぜ死んでしまうのかしら。お前が泣いてどうすんだよ。だって桑原くん、かわいそう。サキ。じゃあ、俺はサキを送っていくよ。そうか。じゃあまた明日。おやすみなさい。気をつけてね。ああ、おやすみ。茎よ、宇野が主、国津のたたり神が狙われておるのではないか、茎。はあ、このような時におらぬとは嘆かわしい限りじゃな。はるか、ジュンもどうしたの？ちょっとあなたに来てほしいところがあるのよ。え、愛、夏美。なんだ、お前ら一体。あ、何？やめて、何するの、はるか。おとなしく来るのよ、八神さん。何すんだお前ら。陽介、陽介、あんたには死んでもらわなきゃ。いや、やめて。先、てめえ、やいた。先、陽介、お願いやめて。そろそろとどめを刺せ。逃げろ。陽介、やめて、陽介を離して。サキ、このサキ、この離せ、てめえ。陽介、やめろ、サキ。やめて、ヨスケが死んじゃう。お願い、ジュン。大丈夫、セキちゃん。マリカさん、ヨスケ。大丈夫だ、気を失っているが命に別状はあるまい。ありがとうございます。何者？成城学園3年、久喜武彦。同じく2年、草加マリカ。久喜、草加。悪いことは言わん。
その体を置いて立ち去れ、コボルト。そんなことができるか、サルどもだ。うわどうだ、貴様らには人間の体は傷つけられまい。マリカさん、大丈夫、見てなさい。お前たちがどうしても戦うというのなら仕方ない。お相手しよう。危ない、上へ。気を失ってるだけよ。彼女たちは運が良かったわ。殺されずに悪魔に疲れただけだったから。悪魔？サキちゃんにも見えたでしょ？さっきあの子の中から出た。あの狼みたいな？ええ、実体化していなかったから勘が良くないと見えないんだけどね。マリカ、そんな話は後にしな。もうじきこの子たちの意識が戻る。騒がれると面倒だ。早めに退散しようぜ。そうね。三浦君の傷も手当てしないといけないし。陽介。どうしたパトロン？なんだ？パトロン、行くな！戻れ！パトロン！パトラッシュ！生臭坊主、どこ行きやがったんだ。だから実体化していない悪魔は直接的には無力なの。彼らの姿は大抵の人には見えないし、触れることもできないのよ。でもね、稀に私たちやサキちゃんみたいに実体化していない彼らの姿が見えたり触れちゃう人間がいるのよね。そういう人間は悪魔にとって脅威だわ。それで私が狙われたんですか？ええ、おそらく。でもあなたの場合はそれだけが理由じゃないと思う。今のところ悪魔たちの目的がはっきりしないから絶対とは言い切れないけど、多分彼らがサキちゃんを狙った理由はあなたの並外れた生体マグネタイトのせいだと思うの。マグネタイト？ええ、簡単に言えば生き物の生体エネルギーってところかしら。悪魔たちは実体化するためにそのエネルギーを必要とするの。特に上級の悪魔はその質や量にこだわるわ。サキちゃんの場合、良質のマグネタイトが通常の数十倍から100倍近くあるから。ダメだ、どこにも嫌がらねえ。
そう、どこに行ったのかしら。さあな。だが牧戦を行った後がまだ暖かだった。さっきまではここにいたようだ。どうすればいいんだ。目覚めよ、目覚めよ小次郎。ダメだ、やられる。そこまでだ、ケベロス。この地はウヌラのうろつく場所ではない。失せろ。あなたは。すでにこの男の内なる力に気づきおったか。ケルベロスよ、助かりたくはないか。このままでは間もなくウヌは経典の秘めし霊力によりこの宇宙より消え去ることになるぞ。ならば我が言葉に従い、お前たち魔界の名手女王ヘカーテにかけて誓え。ウヌが殺した相馬小次郎の飼い犬に自らの命を与え、小次郎を守り続けると。よし、ならばウヌが命救うてやる。大沢昇慶じゃない。新進精神高坂修正に自風修正版万者旧方便地としっかりし証拠。なんということだ、ケルベロス。お前ほどの者が猿どもの下僕となり下がるのか。なんだ、パトラか。どうしたんだ一体、ここは。夢でも見ていたのか、僕は。パトラ。そこまでだ、ケルベロス。ケルベロス、あの人は一体。小次郎、これで終わったと思ってはダメよ。悪魔たちはすぐに別の手を打ってくるわ。京子、彼に関わってはダメよ。姉さん、彼と私たちとでは属性が違いすぎる。たとえどんなにあなたが彼のことを愛していても、彼は荒ぶる国つかみの天性。所詮は互いを相入れることはできないわ。分かってる。彼には彼を守護する者たちがいるわ。あなたが手を出すべきことじゃない。いいわね。ただいま。あ、おかえり。母さんたちは？二人でデートだってさ。遅くなるから先に休んでろって言ってた。そっか。まったく子供をほったらかしにして夜遊びして。うわ、どうしたんだよ。ああ、これか。大したことはない。途中でパトラが野良犬とやり合ってね。大したことないって、血が出てんじゃん。おう。まったく。ちょっと待ってなよ、今薬箱持ってくるから。それじゃあ、陽介のことよろしくお願いします。ああ、
任せておけ。じゃあ行こうか。はい。でもマリカさんたちって一体どういう人たちなんですか？私たちは神竜忍者。この国を古から守り続けてきた闇の一族の末裔。忍者？そう、この国の危機を人知れず救ってきた異能の民ってところかな。ん？どうかした？ううん、なんでもない。ただ、なんかすごいんだなって思って。何言ってんの。サキちゃんだって私たちと同じ血が流れてるじゃない。だから悪魔たちが見えたりするのよ。それにその並外れたマグネタイトの量は私たちが守護してきた八百万の神々の転生かもしれない。神？そう、神。女神かな。ケルベロス、こいつだ。エキドナの息子で冥府タルタロスの番犬。死者が外に出ないように、逆に聖者が冥界に入れないように出入り口を固めている。悪魔たちを召喚させるんだ。まさか、そんなこと。おかわい、やめて、いかん、やめてよ。おかまけんがうつかる。やめてよ。あっち行けよ。やめない。やめろよ、お前ら。もう泣くなよ。だって、僕何にも悪いことしてないのに、君まで。ごめんね、僕のために。おい、よせよ、くすぐったいよ。何やってるの？悪魔を呼び出すんだ。え？心配しなくても大丈夫さ。あれ、おかしいな、これで出てくるはずなのにな。もういいよ、帰ろう。でもあいつらやっつけたいだろ。その本、貸してよ。え、いいけど。僕も家でやってみる。わかった。うわ、どうした三四郎。三四郎、おい、どうした。三四郎、三四郎、やはり君でしたか、草加さん。とうとう出てきたわね、小林明人。やっぱり君が黒幕なわけだ。連れて行け。君には死ぬ前にもう一仕事してもらおう。これは兄ちゃん。三四郎、よく来たな、相馬小次郎。貴様、我が名はガビソン、プレジデント仰せに使いし者。プレジデント仰せ、悪魔か。そうだ。ここはどこだ。何のために僕たちをこんなところに。ここは私が作り出したバーチャルワールド。君たちには死んでもらうために来てもらった。嫌だ、離せ、この。うわ、三四郎。兄ちゃん、荒ぶる国つかみの転生よ、その有り余るマグネタイトを持って我が腹からの糧となるな。うわ、兄ちゃん。三四郎、離れるなよ。うわ、また出た。
ほう、小林もターゲットを捕らえたのか。もというのはどういう意味だ、ガギソン。でかしたな小林、これで相当も実体化できるというものだ。では、狙われておるのはその娘だけではないということだ。そうですか、迂闊でした。まあ致し方あるまい。相馬小次郎と小林の過去を考えれば、わしも奴らが折り合いをつけることはあっても正面からぶつかり合うことはないと思っておったからな。はあ、マリカ、なぜ戻ってきた。八神さんのそばについている。おい、マリカ、どうした。なんということだ、虫を入れられたか。何事じゃ。すぐに見てまいります。どうしたの京子。京子、まさか。ガギソン、貴様よくも、騒ぐな小林。お前との契約は人間どもの殲滅であったはず。相馬小次郎を救うなどという約束をした覚えはない。何？我らが計画の邪魔となる者には消えてもらう当然のことだ。そしてこの女のマグネタイトを使いプレジデント王政を復活させる。何一つ我々は契約をたがえてはおらん。くそ、話せコボルト。カバルト、無駄だ。すでに契約は受理されている。お前はそこでおとなしく結果を見届けることだ。貴様、初めからこうするつもりだったら、僕を、僕の思いを利用して。物分かりの悪い猿だ。コボルト、黙らせろ。バカめ、おとなしくしていればよいものを。では、プレジデント復活の儀式を始めるぞ。小次郎、あなたはこんなところで死んじゃいけない。ほら、聞こえるでしょう。まだ弟さんはあの中であなたの救いを待ってるのよ。兄ちゃん、兄ちゃん。小次郎、あなたの力を目覚めさせてあげる。確か
求めに応え、その御姿を現したまえ。我が捧げ物を受け取りたまえ。よせよ。俺は自分のしたことが分かっているのか。タントラを使い、国つかみの転生を蘇生させ、荒神を目覚めさせるなど、我が教団の者がなすことではないわ。今日限りお前を我が教団より破門する。お待ちください、マスター。貴様までわしを不愉快にさせるつもりか。しかし。黙れ。さっさと来い。マスター。頭いて。うわあ、はあ、君誰？どうしてここにいるの？僕何もしてないよね。ねえ、これ君んだろ？来なよ。ただいま。うわあ、母さんだ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、これ、これ来て。早く、早く、早く。三四郎、まだ起きてるの？うわあ、くる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 。三四郎。母さん、おかえり。あ、どうしたの？下に行こう、下に。え？まあ。こら、またパソコンやってたのね。まったく電源つけっぱなしにして、今何時だと思ってるの？え？あれ。さあ、早く電源切って、もう寝なさい。はい。三四郎の意識は送り届けてきた。よし。ならばそろそろあの不貞の輩を退治に行こう。我が守護神この間八神を汚す者、この怒りの前に消え去れ。八百万の神々よ、我が求めに従いその力を与えよう。バカな、なんだあれは。いかん、おせよ、この身を喰らい、我が能力をお力と出されませ。たわけめ、村がごとき下船の賊がこの地に現れたのが運の尽きだ。なんということだ、悪魔ばかりが国津のたたり屋まで目覚めおった。終わりじゃ、もうこうなっては止めようがない。あいつが小四郎なのか。いかにも、やつこそ国津のたたり神、平の正門の転生、相馬小次郎の真の姿じゃ。なかなか楽しませてくれるな。よかろう、
ならば我も本気で戦ってやる。その力、イタズチよ、来い。どうさげろ、もう終わりか。やったのか。ダメじゃ、まだ生きておる。これで勝ったつもりなのか。不死身。サキちゃんだわ。きっとこの辺りにサキちゃんがいるはずよ。三浦くん、探しましょう。そして彼女を救い出すのよ。それしかあいつを倒す道はないわ。ああ、そうじゃな。それしかあるまいな。よし、とにかく手分けして探そう。思い通りにはさせないぞ。手伝ってあげようか。誰だ。相馬小次郎を蘇生させて教団を破門された魔女よ。何。あなたも八神さんを蘇生させるつもりなんでしょ。彼女の力が覚醒すればオセの肉体を形作っている大量のマグネタイトの流れが止まる。そうすれば小次郎にも正気が生まれる。私にも手を貸す価値はあるわ。そうか、やっぱり今オセと戦ってるのは相馬くんなのか。そうか、君が彼を。そいつはいい。もしそれが本当なら僕は君に感謝するよ。でもこれから僕がやることには手出し無用だ。これは僕と悪魔たちの問題だから、君の助けなんかいらない。相馬君、君のことは僕が必ず助けてみせる。サキ、小林、貴様よくも。どうしていつもこうなった。誤解。京子ちゃん、なんで君がこんなところに。彼は八神さんを蘇生させようとしているだけなの。邪魔しないで。蘇生、どういうことだ。調子。そして痛み。お前のためにやるんじゃないぞ。相馬君を助けるにはこうするしかないから。こうするしか。この地を守護せし八百万の神々よ、我が血に変え、何ちらの末裔たるこの女の力を目覚めさせよう。アマツ、鎮魂の女神、僕の命で彼を救って。なんてこと。
マグネタイトの流れが止まる。小次郎、今ならオセに再生能力はないわ。待て、ゲロ。勝負はまだついておらんぞ。イノカムダチャ。サキ。少しだけ待ってて、陽介。サキ。ようやく現れたか、この花咲くや。我が荒ぶる魂を鎮めし女神よ。疲れた、眠らせてくれ。感じてくれるんだね、相馬くん。ああ、なんだかとても温かい。よかった。僕が君を悪魔に引き合わせてしまったんだな。僕があんなこと教えなければ。君のせいじゃないよ。僕がもっと早く君の思いに気づいていれば、あの時君が僕にくれたものは溢れるほど温かな優しさだったのに、それを僕は憎しみに変えてしまった。いつもいつもそうだ。僕は思いの伝え方を間違えてしまう。もっともっとうまく思いが伝えられればよかったのに。伝わっているわよね、相馬くん。え、さき、あなたの思いはちゃんと伝わっているわ。そうか、最後にようやく。いいえ、最後ではない。ご覧なさい、花は散ってもまた咲くものよ。花は咲くもの。こんなにたくさん。散ってしまっても咲くものなのか。咲くものなのよ。それが命あるものの。命あるものの定めなのです。定め。それが定め。それが命。命は散り、そして咲く。咲いては散り、散ってまた咲く。咲いては散り、散ってまた咲く。咲いてまた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 散り。